はい、どうも、こんにちは。モネちゃんの話ですけどね、厳しい意見ももちろんありましたね。モネちゃんが14歳役ってやつね、カムカムエブリバディなんですけど、視聴者からツッコミが殺到しているなんて話もね、あるんですよね。安子あんことおしゃれが大好きな14歳の少女で、ラジオ講座をきっかけに英語を学び始めるという設定だ。持ち前の演技力で14歳の少女を演じてみせた上白石だったが、視聴者からさすがに14歳は厳しくない、上白石萌音が14歳って23歳でプロデューサーどうかしてるぜ、全然14歳に見えないけど、上白石萌音ちゃんが14歳は無理があるような、気持ち悪い笑顔でギョッとなったけど無理やり14歳以下出そうとしてああなったんだな、などと違和感を指摘する声が続出と。14歳の少女というのは無理があるのかもしれない。まあでも無理はね、僕はそんなにないかったですけどね、今日もね見ましたけど、まあ、そう思ってみりゃいいだけの話じゃないですか、別に。ああいう14歳いますよ。今日のカムカムなんですけど、第4回目ですよね。4回目の放送では、安子上白石萌音が実る松村北斗に対する思いが芽生え始め、 SNS も反響を求め、反響を集めている。安子実から教わったラジオ英語教材を聞き始めた、初めて触れる英語はさっぱり分からなかったが、ミノルのおかげで新しい世界に夢中になっていく。ミノルは父、千吉、あ、そう、旦那さんね。で、お母さんがね、ユウさんだったっすよね。あれ見て、あ、ユウが出てると思いましたけど、あれを見てるといろんなキャストが面白くてね、もうそれだけでも結構楽しめるっていうんですかね。千夜の跡取りですよね。将来欧米と取引をするため英語を学んでいる。ある日安子実に誘われ、初めて喫茶店に行くことに。そうそう、喫茶店はまた雰囲気いいんですよね。レコードかけてね、そこでマスターこだわりのジャズが流れていたという内容。そのまたマスターがね、世良政則さんなんですよね。それがまたいい感じですよ。母小しず西田直美から配送を頼まれた安子。最初は渋って言ったが、行き先が実の家であると分かると、私が行くと慌てふためきしながら、配達に向かった。その後、立ち寄った本屋で実で会い、そうそう、行ったけど、女中さんみたいな人が出てきて会えなかったんですよね。んで、あれと思って、帰ってたら本屋で立ち寄ったと。で、自転車の乗り方を教わる約束をしたと。そう、安子ってね、配達自転車で行くんですけど、乗れないんで押してくんですよね。で、それを言ったら、なんで乗らないのって言ったら、いや、乗れないんでって言ったら、じゃあ教えてやるよっていうので、教えるっていうね、なんかこれがまたね、純愛なんですね。青春ですよ、これは。そして、ミノルと喫茶店にいた安子は、英語をされたりするなど、ミノルとの時間を満喫。ささやかな甘い夢が安子の中に芽生えていった。SNS では完全に恋する乙女、安子可愛いな、心が和むシーンが多かった、こっちまでキュンキュンしてましたなどの声が寄せられている。これね、僕もね見ててすごい思ったのが、まあちょっとこいつで思い出したっていうんですかね、なんかこの今日はモネちゃんってやっぱ胸キュンがねちょっとね似合うんですよね。やっぱりこいつがそこまで人気が出たってね、のは、もちろん佐藤健くんのね、あの、イケメンド S ドクターがね、天童帰りが、キュンキュン来るようなね、セリフをね、言いまくってね、ラブラブなことをね、するっていう、あの健くんのかっこよさはもちろん、もう前提なんですよ。前提なんだけど、その受けとして、モネちゃんがいるっていうのが僕はね、ものすごくね、重要だなと。なんだか僕も今ではこいつずって竹モネって言いながら、やっぱり竹モネの竹の比重の方が大きいんじゃないのかなっていうね、気持ちもやっぱどことなくあったわけですよ。でも今日分かりました、見てて。やっぱり竹モネはモネの比重も大きいんだなってことがね、十分分かったというか、純愛なんですね、モネちゃんってね。で、その純愛が心を打つわけですよ。こいつもあれは、さくらななせの純愛物語なんですよね。もちろん胸キュンでハードなね、キスシーンとか話題になってるんですけど、モネちゃんが演じる、ななせのね、純愛ね、純なね、本当に一途な、その人を思ったら、
もうとことんその人しか見ないっていうね、ブレない、昭和な恋愛観っていうんですかね。それがモネちゃんがよく似合うわけですよ、やっぱり。で、今日見てても、心に秘めたね、この昭和の愛っていうんですかね、純粋な愛ですよね。本当に日本人のね、昔から持ってる女子の純粋なね、一途なね、この意地らしいね、恋愛っていうんですかね。それがね、唯一ね、今ね、表現できるのがね、僕はモネちゃんしかいないんじゃないのかなっていうふうに今日悟りました。なんか。だからキュンキュンするんだなっていうね。モネちゃんがこんなにみんなから支持されるんだなっていうのがね、すごくね、わかりましたよ。まあだって恋愛みたいなのって恋愛できる女優さんってのは数多くいますよ。もちろんいっぱいいますよね。胸キュンものに出る人たちもいっぱいいるんだけど、あんなに一途にね、ピュアにね、昭和感を出しながらね、もうこの絶対裏切らない愛を持つことを表現できる素直なね、純朴なね、乙女を演じるのっていうのは僕はモネちゃんしかいないなっていうのがね、今日見てね、また再確認しましたね。だからちょっとね、またよぎりましたよ。こいつが久々に1年以上経った。もう2年か。もう2年前のなんていうんですかね、一途さが、モネちゃんの。やっぱね、うまいなと思いましたね。やっぱあれモネちゃんしか演じられないなっていう感じです。佇まい、表情、雰囲気、オーラね。あれはやっぱり上白石萌音ワールドだなっていうのが今日のね、朝でね、わかりましたよ。しかもね、朝見てもね、なんていうんですかね、恋愛ものなんだけど、暑苦しくないんですよ。やっぱ爽やかなんですよ、モネちゃんがやると。またそれも魅力の一つだなと思わせていただきましたね。まあそんな感じですか。ちょっと熱く語っちゃいました。ではでは。